米海軍の潜水艦の潜望鏡を通して見た、核爆発。1962年封じ込めとは、アメリカ合衆国の政策であり、海外の共産主義の拡大を阻止すべく、多くの戦略が用いられた。冷戦の構成要素たる、この政策は、東欧や中国、朝鮮。 ベトナムにおける共産主義の影響拡大を図るソビエト連邦による一連の動きへの反応であり、デタントと巻き返しの中間的立場を代表していた。ドクトリンの基礎は、米国の外交官、ジョージ・ケナンによる1946年の電報で明示された。米国の外交政策用語としての、この単語の起源は、ジェームズ・フォレスタル国防長官に、 ケナンが提出した1947年の報告に遡る。この語は、1920年代のソ連に対する西側の政策を記述するのに用いられたフランス語、コードン・サニタイレの訳語である。封じ込めの語は、アメリカと西ヨーロッパ諸国による北、大西洋条約の締結、北、大西洋条約機構の設立や総合、防衛協定など、 ハリー・エストルーマン及び共和党の政策と最も関連している。ドワイト・ディ・アイゼンハウアーは、これと対立するドクトリンである巻き返し政策を、老したが、1956年のハンガリー・ドーランへの介入については拒絶した。リンドン・ジョンソンは、ベトナム政策正当化のために、封じ込めの語を用いた。リチャード・ニクソンは、ヘンリー・キッシンジャー最高顧問ともに、 ソ連及び中国との友好関係に賛同し封じ込めを拒絶した。こうしたデタントの例としては貿易や文化交流の拡大などがあった。ジミー・カーターは反響よりも人権を強調したが1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻するとデタントをやめて封じ込めに回帰した。ロナルド・レーガンはソ連を悪の帝国と非難して 冷戦を拡大し、ニカラグアやアフガニスタンで巻き返しを推し進めた。封じ込め、政策下で始まった中心的計画は、冷戦終結後も、効力を保った。1917年に、ロシアで、共産革命が起こると、西側首脳らは、世界革命の推進を願っているらしい、ボリシェビキ政府の孤立化を図った。1919年3月、 フランスのジョルジュ・クレマンソー首相は貿易戦または非共産主義国の輪を標榜してソ連を孤立させたウッドロー・ウィルソン米国大統領はこの表現を訳して隔離と呼んだいずれの表現も共産主義を伝染病になぞらえているにもかかわらず第二次世界大戦中米ソは共に連合国として数軸列強に対抗した終戦が近づくと 国務省幹部はソ連に対する不満と疑念を募らせた。モスクワ駐在の米国大使エーブリル・ハリマンは、かつては、米ソ関係に関して、革新的楽観主義者であったが、1944年のワルシャワ放棄における、ソ連の裏切りや、ポーランドに関する1945年2月のヤルタ、協定違反に幻滅した。後にハリマンは、トルーマイのソ連関係性に、 多大な影響を及ぼすことになる。1946年2月、米国国務省は当時モスクワの米国大使館の参事官であったジョージエフケナンに対し、どうしてロシアは世界銀行と国際通貨基金の創設に反対するのかと紹介した。ロシアの政策に関する広範な分析と呼ばれているの中で彼は以下のように回答した。ソ連の権力は ヒトラーのドイツにおけるそれとは異なり、体系的でも、冒険的でもない。それは、決まった計画によって動くわけではない。無用な危険を犯すわけでもない。理性の論理には鈍感だが、力の論理には極めて敏感である。したがって、どこかで強い抵抗にあえば容易に撤退しうるし、大抵はそうするのである。ジョージ・ケナン・ザロングテレグラムケナンによれば、 ケナンの伝報は国務省内で長らく求めていた状況認識として歓迎された。ケナン自身はこの熱烈な歓迎について辞儀を得たことによるものと考えていた。6ヶ月前ならこの文書もおそらく国務省では顔をしかめられて闇に葬られてしまうのがオチであったろう。6ヶ月後だったらそれはもう余計な論議、いわば坊主に。 説教の扱いを受けていたかもしれない。クラーク・クリフォードとジョージ・エルゼーは、長文電報について衝述し、その分析に基づく、具体的政策勧告を提案する報告を、執筆した。ソ連の影響力を抑制、制限することを勧告する。この報告は、1946年9月24日に、トルーマンに提出された。 1947年1月、ケナンは、ソビエトの行動の厳選と題する報告を、ジェームズ・フォレスタル海軍長官に提出した。封じ込めという語は、この報告で初めて用いられた。こうした状況にあっては、合衆国のソ連に対する政策の基本要素は、明らかに、ロシアの膨張傾向に対する長期の、辛抱強くも強固な、 注意深い封じ込めでなければならない。フォレスタルは、報告を、X なる、編名の下で、フォーリンアフェアーズ氏にて発表することを許可した。電気作家、タウンゼント・フープスとダグラス・ブリンクリーは、フォレスタルを、封じ込めの名付け親と呼んだ。これは主に、フォレスタルが、ケナンの文章を配布したことによるものである。1947年3月、 民主党員であるトルーマン大統領は共和党主導下の議会に対し当時共産主義者の破壊活動と戦っていたギリシア及びトルコ領政府を支援すべく4億ドルを承認するよう要請したトルーマンは武装した少数者または外圧による支配の企てに抵抗している自由な諸国民を支持すると誓ったこの制約は トルーマンドクトリンとして知られるようになった。問題を全体主義体制と自由な諸国民との大規模衝突として描いた。この演説は冷戦の開始と封じ込めの採用が米国の公式政策であることを示している。議会は資金拠出を承認した。この時のトルーマンの動機は多くの研究の対象となり、いくつもの解釈を生んだ。 ハーバート・ファイスの政党主義的説明によれば、ポーランド、イラン、トルコなどで1945年から1947年にかけて、ソ連によって行われた一連の侵略的行動によって、米国民は自由に対する、この新たな脅威に気づかされ、トルーマンはこれに反応した。ウィリアム・エオウィリアムズの終戦主義的見解によれば、トルーマンの演説は、米国の長年にわたる、 膨張主義の発露であった。リン・デイビスの現実主義的政治観によれば、トルーマンは民主主義や自由といったイデオロギー用語で議論を表現することによって、ソ連をむやみに挑発した浅はかな理想主義者であった。デボラ・ラーソンの精神分析によれば、己の決断力を証明する必要性を感じたトルーマンは、側近が彼と前任者のフランクリン・ローズベルト等、 好ましくない形で比較するのを恐れた。彼はかつてこう語った。私がここにいるのは決断するためであり、決断が正しさと過ちのいずれを証明するかにかかわらず、私はその決断を行う所存である。トルーマンドクトリンの発表をめぐる出来事は、強く決断力のある指導者という大統領の自己イメージにかなうものであったが、 彼の真の意思決定過程はより複雑かつ段階的なものであった。演説の時期はソ連のいかなる行動への反応でもなく、むしろ共和党が議会の主導権を掌握したという事実への反応であった。トルーマンは演説の起草にほとんど関与していなかったし、トルーマンドクトリンで示唆されたような強硬姿勢を数ヶ月後まで取らなかった。トルーマンは 自らの演説に続いて、欧州における、ソ連の影響力を封じ込めるための一連の措置を実施した。例えば、マーシャルプランコと欧州復興計画や、ナトなどである。また、ソ連とは、同じ共産圏ながら対立していた、ユーゴスラビア連邦人民共和国にも、軍事援助と、経済支援を行った。封じ込めには、 共産勢力の動向に関する詳細な情報が必要であったため、政府は中央情報局への依存を深めた。1947年の国家安全保障法によって設立された CIA は諸外国での情報活動を一部は目に見える形で、そしてより多くは秘密裏に行った。トルーマンは1948年11月、 封じ込め政策に関する機密報告、いわゆる NSC-24 を承認した。これは、米国によって作成された安全保障政策に関する初の包括的報告であった。1949年のソ連発の核実験は、国家安全保障会議に安全保障理念の修正を促した。1950年4月に完成したこの報告は、 NSC-68 として知られるようになった。同報告は、ソ連の脅威に対処するには大規模な軍閣が必要で、あると結論した。ポール・ニッツェラによって立案されたこの報告によると、ザ・フェデラリスト第28編にもあるように、用いられる手段は、損害の程度に比例しなければならない。損害は、地球規模の戦争かもしれないし、 限られた目的のためのソ連の運動であるかもしれない。いずれにせよ我々は、絶滅戦争につながりかねない行為を回避できるのであり、そのような行為を率先していってはならない。また、もしも、ソ連の限られた目的への衝動を打破する軍隊を、我々が有しているのなら、それを地球規模の戦争にさせないことこそが我々の、利害となるであろう。 United States Objectives and Programs for National Security t r u m a n のこの政策により日本では当初予定の民主化ではなくこれを隠れみのに新米反共主義化し復古主義を容認する逆コースが推進された。米国は韓国を共産勢力の振興から守るため封じ込めの理念に従って朝鮮戦争に参戦した。 しかし、新川上陸作戦が成功すると、米国と国連は巻き返し戦略を採用して、共産北朝鮮体制の打倒を図るとともに、国連支援下での全国規模の選挙を承認したのである。当時ダグラス・マッカーサー原水は、38度線を超えて北朝鮮に進撃していた。命令にもかかわらず、彼は中国国境付近で、 韓国部隊のみを使うようなことはしなかった。中国は大軍を投入して国連軍を撃破し38度線の南方に押し出した。後に共産軍は当初の国境付近にまで押し戻された。トルーマンは勝利にこだわるマッカーサーを避難し限定戦争政策を採用した。彼の関心は和睦交渉へと移り1953年に ようやく停戦に至った。一方、マッカーサーは、トルーマンの、語ざる政策を批判した。ジョン・フォスター・ダレスら多数の共和党員は、トルーマンは臆病に過ぎると結論した。1952年、ダレスは、巻き返しと東欧の最終、解放を呼びかけた。ダレスは、公認のドワイト・アイゼンハウア大統領の、国務長官に指名されたが、 アイゼンハワーが1956年のハンガリードーランへの不介入を決断したことにより、封じ込めは民主、共和両党の共通理念となった。アイゼンハワー大統領は CIA の秘密工作に頼って敵国政府の弱体化を図るとともに、冷戦下の米国の立場を支持する政府を強化するために、経済的、軍事的対外援助を用いた。 1964年の大統領選挙時の共和党候補、パリーゴールド・ウォーター・上院議員は封じ込めを批判し、なぜ勝たないのかと問うた。ジョンソン大統領は巻き返しを行えば、核戦争の危険が生ずると答えた。ジョンソンは聖書を引用して、封じ込めの理念を説明した。ここまで来ても良い、超えてはならぬ。選挙の結果、 ゴールドウォーターはジョンソンに大敗した。ベトナム戦争中、ジョンソンは封じ込めを堅持した。ジョンソンは、米国の地上軍をラオスに進軍させて、共産主義の補給線を切断すべしと説く、ウィリアム・ウエスト・モーランド陸軍大将の提案を拒絶し、ザワイズメンと呼ばれる、長老政治からの一団を集めた。この中には、ケナン、アチソンなど、かつて、 トルーマンの顧問を務めた人物がいた。愛国的反応が勝利と巻き返しへの要求につながるとの懸念から軍を支持する集会は妨害された。軍事的責任は3人の将軍間で分担された。これはマッカーサーがトルーマンを批判したように強権的戦意司令官が現れてジョンソンを批判するといった事態を防ぐための措置であった。 1969年にジョンソンの公認となったニクソンは自身の外交政策をデタントまたは緊張緩和と呼んだ。デタントの狙いもソ連を制止することに変わりなかったが、デタントは反共運動または民主運動とは対照的に政治的リアリズムまたは国益という考えに基づいていた。この考えは 核兵器に関するソ連との会議、いわゆる戦略兵器制限交渉にて強調された。ニクソンはベトナムに駐留する米軍を共産主義の前進抑制に必要な最低限度にまで削減した。この政策はベトナム化と呼ばれた。戦争が長引くにつれ、この政策は支持を失っていった。民主党主導の議会がケースチャーチ改正案を成立させたため、 共和党員のニクソンは1973年にこの政策を断念した。同法がベトナムへの米軍関与をやめさせた結果、南ベトナム、ラオス、カンボディアは暴力的共産勢力の手に落ちた。ジミー・カーター大統領の言い回しはトルーマンドクトリンのそれを意識的に踏襲している。ベトナムで共産勢力が勝利したのを受けて民主党が 共産主義のさらなる前進は避けられないと考え始めたのに対し共和党は巻き返し政策に回帰した。巻き返しを長年主張してきたロナルド・レーガンは1980年に米国大統領に選出された。デタントは誤りであり平和共存は幸福に等しいと考えていたレーガンはより攻撃的な対処政策を展開した。 ソ連が1979年にアフガニスタンに侵攻した際、米国の政策立案者らは、ソ連がペルシア湾支配に向けて突き進んでいることを懸念した。レーガンドクトリンとして知られるようになった政策のもと、米国は1980年代を通じて、ソ連軍と戦うアフガニスタンのゲリラに、技術的、経済的援助を供与した。アフガニスタンやアンゴラ、 カンボジア、ニカラグアの反共反乱軍に軍事援助を供与することによって、彼は既存の共産政権と対決し、封じ込めの理念の範囲を超えた。彼は、米国に向けて発射されるミサイルを撃墜するために、戦略防衛構想の研究を進め、パンシング2ミサイルを欧州に配備した。レーガンの狙いは、 ソ連にはできないほどの拒否を投じた軍閣を通じてソ連を圧倒することであった。しかしレーガンは一部の重要地域では封じ込めの理念を踏襲した。彼はスターとアイと呼ばれる包括的核軍縮構想や NATO を基礎とする国防政策を強調するために続けてきた対応政策を続行した。米国はロシア周辺の地域に基地を配置してきたが、 1989年の冷戦終焉は、米国の封じ込め政策が公式に終結したことを意味した。ありがとうございます。